皆さんこんにちは、イムランです。いつも英語英会話一日をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は真っ暗闇でのレッスンです。若干この光がですね、こうなることによって私が動いているということがお分かりいただけると思います。 OK、 そう、この消えた時こうなった時に、あ、イムラン動いてるよと認識していただければと思います。 OK、 そしてこう来ると、お、イムラン左右に振ってるんだなというのをですね、こう感づいていただけると嬉しいかと思います。 OK、 そして今日は Q1091 やりましょう。 Q1091 is How long has it been? How long has it been? OK、 これはどういう意味でしょう。3秒間、お、今動きましたね。お、手ですね、これは。手がこうなってます。 How long has it been? どういう意味でしょう。3秒考えてください。OK、 では答えです。答えはあれからどれぐらい経つんですかね。いつぶりですかという感じの英語表現です。 OK、 そう、ちょっとですね、目がしょぼしょぼしてきたのでつけます。おー、 OK、 So how long has it been? これも決まり文句として覚えてください。あれからどれぐらい経ちますかね。最後に会ってからどれぐらいですかね。どれぐらいぶりですかねという表現です。で、これはですね、皆さんがいつも難しいと感じるあの時勢ですね。ただあの時勢ではあるんですけども、あの時勢のこれは私がいつも言っている、まあ、3つ4つぐらいあって5つ目の使い方です。なんですけども、そういうふうに考えていくとまたこれややこしくなってきますので、決まり文句としてもそのまま覚えてください。決まり文句を覚えると何がいいか。文法も単語もすでに組み込まれているんです。OK? あの時勢組み込まれています。OK? なので、わざわざ考える必要ないんですよ。これはどういう時勢なんだろうとか。この時勢ということはとか。ね、この時勢ということはこういうことを言いたいんですねっていう風にいかないでください。OK? もっとシンプルです。この表現はこういう意味ですと覚えておいた方が使えます。で、中には文法を応用して文章を作らなければいけない場合もあるんですけども、これに関してはその必要がないので、OK、その先に行かないでください。先はもうないです。あれですね、崖。もうここにいるんで、それを理解してその先に進もうと思わないでください。落ちます。真っ逆さまです。OK、もう何人も見てきました。真っ逆さまに落ちる皆さん。OK、そう、英語の勉強はですね、ここで立ち止まって、しっかりとこれを理解して使うということが大事です。OK、この先、ないです。あれと一緒です。Grand Blue。Grand Blue。ダイバーの、何でしょう、もう名前覚えてないですけど、彼が、もう頭おかしくなっちゃって、最後にまあ、奥さんにですね、下に、その、もっと下に何があるか見に行きたいんだって言って、奥さんが何もないわよって言って、もうその通りなんですよ。いや、OK? なので、もう Grand Blue 状態になってしまうので、気をつけてください。頭おかしくなって、幻覚とか幻聴とかが、見えたり聞こえたりしてしまいます。OK? そういう域に入ってしまうので、ちゃんと立ち止まって、この表現をこのまま覚えて、この意味で使ってください。OK? それ以上、やる必要はないです。そして、やってしまうと、もう、たくさん見てきました。真っ逆さまです。OK? 英語地獄ですね。英語地獄。アリ地獄のような感じですかね。英語地獄。Okay, anyway. Okay, so, how long has it been? 久しぶりみたいな時に言ってください。Okay? そして発音は、how long has it been? been で止めましょう。how long has it? has it been? has it been? で、これ短いです。been です。Okay, been. よく been で伸ばす方いらっしゃいますね。how long has it been? って伸ばすんですけど、been って伸ばすと、コーラの瓶をビーンって言ってるようなものなので、ちょっとおかしいですね。なんか別にそこ伸ばさなくていいよっていう感じしちゃうじゃないですか。いや、ちょっとすいません、ちょっとそこのビーン取ってくださいって言うと、ちょっとそこのビーン取ってください。一瞬、ってなりますね。OK? それと同じ感じなので、伸ばさないです。短いです。OK? ちょっとそこのビーン取ってください。僕とかのは豆かなと思います。なんか豆が落ちてるのかなと思ったりしてしまうので、OK?英語の発音は短く、簡潔に発音してください。OK? これもいつも言ってます。
ニコちゃんマークです。Okay? 単語と単語の間必ずニコちゃんマークが入ります。いつも言ってますけども、もう、アメリカの教科書だと、もうこれを強調するためにこういうふうになっていません。OK?OK!、Okay? Okay! では、こんなもんでしょうか。Okay? そのこの表現をどんどん発音の練習して、自分のものにして、ガンガン使ってください。って思うんですけども、使えないですね。なんでかというと、使える場合はですね、久しぶりだね。久しぶりに会う外人のお友達とかいれば使うんですけども、外国人の友達がいない方は使えないですね。外国人の友達がいない方は使わなくていいです。覚えなくていいです。OK、外国人のお友達が、日本にいたり、海外に、外国にいる方は覚えてください。OK?こうやってどんどんですね、自分に必要のない表現は、覚えないでいきましょう。自分に必要な表現、自分が使いそうだなと思う表現だけ覚えてください。Okay? Okay, so, anyway, thank you very much for watching. I'll see you in my next video lesson. Alright, take care. Bye.